どうも皆さん、歴史トラベルです。本日は千葉県の戦国時代について取り上げたいと思います。はい、まずはこの地域の戦国時代の始まりから見てみましょう。室町時代の関東を支配していた鎌倉府では、そのトップである鎌倉公方を足利氏一門が代々務め、ナンバー2にあたる関東管領上杉氏がそれを補佐していました。ところが鎌倉公方は徐々に幕府に反抗し、その結果上杉氏とも対立して軍事衝突を繰り返すようになります。そして京徳の乱が勃発すると鎌倉府は崩壊し、古賀に本拠を移す公方重氏と上杉氏の間で長い戦いが始まりますが、これを契機として現在の千葉県に相当する房総エリアの情勢も激変します。下総は千葉氏が代々守護を務めていましたが、上杉型の宗家種直と重氏型の分家幕張安種に勢力が分裂してしまいます。安種は種直の千葉城を攻略すると、追い込まれた種直は自害し、宗家は滅亡したのです。こうして安種が千葉氏の家督を継承し、以後もその系譜が下総を支配していくのです。一方で上総、阿波はそれまで主に上杉氏が支配していましたが、重氏は上総に武田氏、阿波に里見氏を入部させ、自身の勢力を確立させます。これ以降、房総の戦乱は千葉氏、武田氏、そして里見氏を中心に展開されていくのです。やがて上杉勢が戦線を優位に進めると、公方の本拠、古賀城を攻略し、なんと重氏は千葉に没落してしまいます。しかし千葉氏の庇護のもと体制を立て直した重氏は反撃を開始し、あっという間に古賀城の奪還に成功したのです。ところが重氏は幕府との和睦を進めるため一転して上杉氏との停戦を選択しますが、これまで重氏を支えてきた千葉氏は和睦に猛反発します。というのも幕府は本宗家出身の千葉是種を支持していたのです。早速上杉軍は千葉氏追討のため下総へ進軍し、境根原で両者は激突します。敗れた千葉氏は薄い城に後退しますが、上杉軍は猛攻を仕掛け、長期戦の末城を陥落させます。こうして千葉氏は千葉にまで後退し、下総西部を失ってしまったのです。そしてついに重氏と幕府の間で和睦が成立し、ようやく京徳の乱は終結しますが、千葉氏は依然として抵抗を続けます。薄い城を奪還すると、さらに水運が盛んな印旛沼に面した地に元桜城を新たに取り立てて本拠とし、以後下総最大の勢力として発展していくのです。その後も古賀公方との関係は良好とは言えず、重氏の後を継いだ正氏は約3年にもわたって千葉氏攻撃のため下総に在陣します。ところが正氏はその子高本と対立した結果敗北し、高本が新たな公方となりますが、千葉氏はその高本を支持していたため、古賀公方との関係もついに改善されたのです。千葉氏の前にまた次なる強敵が現れます。上総北部に勢力を拡大していた真厚武田氏が千葉型の原氏の小弓城を陥落させたのです。さらに古賀公方の足利高本と対立していたその弟義昭を旗頭にすべく小弓城に招聘します。いわゆる小弓公方の誕生です。真厚武田氏のサポートに加えて扇ヶ谷上杉氏、里見氏も義昭に味方し、古賀公方と並ぶ一大勢力がここに出来上がったのです。それに対抗して千葉氏は高本に味方し、早速お弓型に攻撃を仕掛けます。義昭もすかさず反撃し、千葉氏の本拠元桜城を里見氏に攻撃させ、さらに小金にまで侵攻するなど両者の間で激しい戦いが続きます。一方で名字を北条氏に改める氏綱は義昭を支援していましたが、扇ヶ谷上杉氏と対立するようになります。ここで義昭は扇ヶ谷付けを支持し、北条氏と袂を分かつことになりますが、この決断が小弓公方の運命の分かれ目となるのです。房総に激震が走ります。里見義豊といとこの義高が対立し、里見氏の内乱が勃発したのです。小弓公方が当主義豊を支援する一方で、北条氏は義高に援軍を送ります。結果は義高が勝利し、嫡流の義豊を滅ぼして家督を継承したのです。この天文の内乱はさらに飛び火し、真厚武田氏でも分裂が生じます。当主の信孝と叔父の信明の勢力が対立すると、北条氏は信孝を、小弓公方は信明を支援します。
約4年に及ぶ長い内乱は、当初は信孝派であった里見氏が信明側に転じ、信孝は北条氏のもとへ追放されてしまったのです。この結果、暴走における北条氏の影響力は著しく低下しましたが、一方で義明をサポートするべき里見氏、真安武田氏が立て続けに内紛を起こしたことで、お弓久保の基盤勢力も弱体化してしまったのです。一方で古学坊では足利春氏が後を継ぎますが、義明はその拠点関宿城への攻撃を計画します。下総の相模台にまで北上した義明に対して、北条氏は春氏の意を受けて出陣し、ついに両者は激突します。結果はなんとお弓久保の惨敗で、義明は討ち取られ、お弓久保はあっけなく滅亡してしまったのです。真安武田氏では北条氏にかくまわれていた信孝が上総に帰還しますが、やがて弟の信政が後を継ぐ頃に再び内紛が発生し、北条氏、里見氏の介入を招いてしまいます。里見氏は当初信明を支援していましたが、次第にその所領を切り取り、なんと讃岐城を自身の居城としたのです。さらに重臣の正木氏には東上総を攻略させて、武田氏の領土を怒涛の勢いで接収し、急成長を遂げる里見氏によって暴走の勢力図は大きく変わっていきます。一方で氏綱の後を継いだ氏康は扇ヶ谷上杉氏を滅ぼすと、いよいよ本格的に里見氏打倒に向けて暴走方面へ進軍します。さらに武田信政が死去し、真安武田氏の当主が不在となると、北条氏はその医療の大部分を支配し、なんと真安武田氏は事実上滅亡してしまいます。勢いに乗る北条氏はついに讃岐城を攻略すると、さらに里見水軍の拠点金谷城も陥落させ、久留里城に後退した里見義隆を完全に包囲します。またこの頃には氏康は甥にあたる義氏を新たな古学坊に擁立し、さらに千葉氏も従属させるなど、着々と勢力を拡大しており、氏康からの圧迫に対して久留里城にこもる義隆の運命は風前の灯火でした。絶体絶命の里見氏はここで起死回生の一手を打ちます。越後の長尾景虎に関東への進軍を要請したのです。そしてそれに応えた景虎は関東を追われていた山内上杉則政を擁してついに神津家に進軍します。久留里城を包囲中の氏康はやむなく交代を余儀なくされ、里見氏は急死に死傷を得たのです。これに乗じて里見氏は反撃を開始し、金谷城を取り戻すと下総にまで進攻して葛西城を攻略します。さらに香取軍、船上軍の芝方の城を立て続けに攻撃し、御身川城を取り立てて一気にその勢力を拡大させたのです。景虎はその後北条氏の本拠小田原城へ進軍しますが、里見氏や東金栄氏など暴走の勢力は景虎に味方し参陣します。関東のほとんどの勢力が景虎側に転じたことで、北条氏はあっという間に窮地に陥ったのです。こうして関東の支配をめぐって北条氏と景虎の長い戦いが始まりました。しかし謙信が越後に帰国すると、北条氏は早速反撃に出て暴走方面の入り口といえる葛西城を奪還します。また一貫して北条氏に従っていた千葉氏は香取軍奪回に執念を燃やし、里見方の拠点御身川城を攻撃します。一方で北条方の攻勢に対抗するべく里見氏も北上し、やがて河野台に進軍するとついに北条氏との激突を迎えます。いわゆる第二次河野台合戦の勃発です。序盤は里見氏が優勢でしたが、兵数で上回る北条氏が挽回し、最終的に大勝利を遂げます。里見氏は一転してその勢いを落とし、暴走の戦線が再び北条氏優位となると、東金栄氏、そして勝浦正樹氏までもが北条側に転じたのです。そして状況はますます北条氏有利の方向に進みます。謙信が里見氏支援のため下総へ出陣し、碓井城へ攻撃を仕掛けます。ところが謙信はまさかの敗北を喫し、時計堺氏など関東各地の勢力が一挙に北条側に転じてしまったのです。北条氏はいよいよ讃岐城へ向けて大軍で進軍し、両者は三船山の地で激突します。ところがこの合戦で勝利したのはまさかの劣勢で張ったはずの里見氏でした。これを契機として北条氏は暴走への圧力を弱めることになり、勝浦正樹氏らを再従属させた里見氏が再び勢いを取り戻したのです。やがて北条氏は関東に侵攻した武田信玄の対応に追われることになり、その隙をついて里見氏は原氏の居城お弓城を攻略するなど、下総方面で攻勢を強めていきます。ところが北条氏は信玄との同盟を復活させると勢いを取り戻し、上総に進軍して里見方の時計堺氏、東金堺氏、そして長南武田氏を立て続けに攻撃し屈服させたのです。
そしていよいよ里見氏本拠の讃岐城に総攻撃を仕掛け、ついに里見義弘は降伏に近い形で北条氏との和睦を決断しました。こうして長きにわたり続いた両者の激戦は実質的に北条氏勝利の形で終結したのです。その後の里見氏ですが、義弘が死去すると義頼派と梅王丸派に分裂し内紛が起こります。義頼が棄戦を制して敵方の拠点を制圧すると梅王丸を出家に追い込み家督を継承します。一方でこの混乱に乗じて織田木正樹氏が政治的自立を図り挙兵しますが、義頼はこれも制圧し、里見氏は何とか一連の内乱を乗り切ったのです。さてここで千葉市の状況も見てみましょう。当主国種が亡くなると、その子重種を差し置いて北条氏は宇治政の子直重に千葉氏の家督を継承させようとします。千葉市内部は重種派と直重派に分裂しますが、北条氏は桜へ出陣し鹿島城を新たに取り立てて強引に反対派を制圧します。こうして直重が新当主になったことで、実質的に千葉氏は北条氏に乗っ取られてしまったのです。房総をほぼ制圧した北条氏ですが、やがて豊臣秀吉と対立し大戦不可避となると、元桜城など各地の拠点城郭の強化も進め、秀吉との全面対決に備えます。ところが豊臣勢の大軍になすすべなく、あっという間に小田原城を包囲されてしまったのです。さらに豊臣軍別動隊によって元桜城などの房総の城郭も立て続けに攻略されてしまいます。やがて降伏を決意した小田原城の北条氏は滅亡し、ついに戦国時代は終焉を迎えたのです。一方で義頼の後を継いだ里見義康は秀吉に服属し、小田原に参陣すると同時に別動隊を香取郡へ派遣して北条の領土を侵略します。ところが秀吉との対面で突きつけられたのはまさかの上総没収という仕打ちでした。理由は諸説ありますが、この時里見氏は帯御宮家をかくまっており、その再興を図ったことが秀吉に問題視されたと考えられています。その後の暴走ですが、阿波は里見氏が引き続き支配した一方で、北条氏に味方した千葉氏は領地没収となります。上総、下総は本田、忠勝ら徳川家臣に与えられ、やがて江戸時代を迎えるのです。